寝ている赤ちゃんの頭の後ろから首の下に手を入れ、もう片方の手をお股から入れてお尻を支えるように添えます。この時、首を支える手は利き手と反対の手を使うと利き手が使いやすくなります。そのまま赤ちゃんを抱き上げて引き寄せ、自分の体に引き寄せます。お尻側に置いている腕をそのまま背中までスライドさせると赤ちゃんが安定します。その時、頭側の腕もお尻側にスライドし、赤ちゃんの頭を腕で支えるようにすれば、より安定します。横抱きのメリットは安定しやすく、関節の柔らかい赤ちゃんにも負担がかかりません。また、抱っこする人の心臓に近いため、心音が聞こえることでリラックスもしてくれます。上手に横抱きができるようになると、利き手の自由度も上がります。声をかけながら、抱っこによるスキンシップを楽しみましょう。